性の相談、あるいはその他諸々のことについての相談を誰が受けるのかということを考えましたとき、私30年間皆さん方にお世話になりましたので、私がやる以外しょうがないんじゃないかと思って、富田林の近鉄の富田林の駅前に事務所を設けております。